いします。徐々に内側に寄っていきます。順番にお声お願いします。はい、徐々に内側に寄っていきます。順番にお願いします。こんばんは、皆さん今日はお集まりいただきましてありがとうございます。早見修吾役を演じさせていただきました坂口健太郎です。川崎ひとみ役を演じました永野芽衣です。私自身すごく初めての経験をさせていただく映画になりまして、そして20歳を迎えて初めて の映画の作品でしたので、すごく思い入れのある作品になりました。最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。一番最初の感想は、あ、よかったなと思いました。今回の作品でずっとその病院をお借りして密室の中でずっと撮ってたんですね。でやっぱり精神的にもなかなかきつい時もあったし、とっても大変だったんです。もちろん大変じゃない作品なんてないんですけど、なんか今回はすごく後半にかけてどんどん振り絞って早見っていう役をやらせていただいてたので、それがなんか、あ、自分がこんなに頑張った甲斐があったんだなっていうのは見てすぐ思いましたね。早いって思いました。あ、その完成までが、いやいや、展開が、展開が見終わるまでの時間が1時間54分の映画なんですけど、2時間ってこんな早いっけっていうあっという間な感覚があって、でミステリーっていうジャンルに今まであんまりこう触れてくる機会がなかったんですけど、あ、ミステリーって意外と面白いんだなっていう自分の中でこう新たな発見はありましたね。一斉に開けていただきましょう。どうぞ。じゃん。はい。お、それぞれ皆さんね、大変興味深い。永野さん、なんか気になるのありました？大丈夫ですか？高島さん、高島さんの、本当に1日10本飲んでますか？飲みます飲みます。今日もう2本飲んだから、帰ってから8本。8本？現場で僕と永野芽衣ちゃんが一度壺にはまっちゃった時があったんですよ、うん、炭酸水を本当によく飲まれるっていうのを、そう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 、よく現場でおっしゃってて、一回その高島さんが、僕炭酸水大好きなんだよねって言って、うん、持ってるの水なんですよ。冷えてないとダメなの。なるほどなるほど。水はぬるくてもいいけど、はいはい、炭酸水はキンキンに冷えたやつが大好き。一回ね、あれって水持ってるなと思いながら、うん、話しちゃうやんみたいな。その時もありました。本作のコピー、皆さんご存知でしょうか？病院も人間も嘘の仮面をかぶっている。このコピーにちなみまして、こんなものを本日ご用意いたしました。嘘発見器でございます。今上にももう出てるんですけれども、こちらの小型カメラで映したものがこのスクリーンに投影されているものですね。質問をするのは永野さんです。やったー。はい。ズバリ、仮面病棟のピエロは、はい、私である。いいえ。嘘でしょ？ちょっとちょっと。これ嘘でしょ？嘘でしょ？今から見ていただくのに。ネタバレしないでもらっていいですか？これ本当？マジのやつですか？こちら嘘発見器、ドッキリで仕掛けさせていただきました。申し訳ございません。本当になんでだろうと思った、はい、汗かいちゃったの後ろ。坂口さん、本当に汗かきましたね、これ。いや、本当に本当にかきましたもん。僕だったのって思いましたもん。